好的，嗨，Chris， 欢迎，又过所以来下一位的。那有请你先给我们的观众们打一声招呼，それではご挨拶をお願いしたいと思います。啊，こんばんは。よろしくお願いします。大家晚上好。嗨，皆さんこんばんは。非常高兴在东京能够让在这边的朋友看到夏有乔木仰望天堂，尤其是一凡演的最真最像的夏木，谢谢大家，希望你们喜欢。プロデューサーの方ですね、はい、今回東京でこのすれ違う青春の中で本当にクリスさん本に出演されているので、もう本当に性格もそっくりのシャンブをご覧いただきまして本当に嬉しく思います。はい、ありがとうございます。それではですね、早速お話を伺いたいと思います。会場の皆さんを代表して、いくつか質問をしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。那我呢就代表我们的观众朋友啊，问大家几个问题。はい、それではですね、映画の中でもクリスさんの演技は非常に輝いていましたけれども、まあ、ご自身が経験したかのように、先ほどプロデューサーも言ったように本当にそっくりそのままなんですけれども、この役柄でどこが自分に似ているかっていうところをお聞きしたいと思います。好，那我们问一下 Chris 啊，在这部戏中呢，你的演技非常的出色。刚才我们的制片人也说了啊，就像你这个活脱脱的出镜一样。那在这个亲身经历一般的这样的一个角色扮演里，你觉得跟你自己有什么相似的地方呢？就是跟我自己小时候挺像的，对，因为我小时候也跟夏木一样，就是不太爱说话，然后有点就是。比较喜欢自己放在心里面，所以其实我当时刚接到这部戏的剧本的时候，我觉得自己跟夏木有挺多相似的地方，所以我很感兴趣。はい、自分の小さい頃ととっても似ていたそうですね。小さい頃、少年時代も物静かな子供で、何があってもこう心の中に込めていくという性格なので、脚本をもらった時に、本当に自分と共通点があったなと、とっても好きな役でした。シェシェ、ありがとうございます。はい、そしてですね、この役についてどんな思いが込められているのか、そして共感できることですね。先ほどお聞きしましたけれども、こう演じたシーンの中で一番満足しているシーンをお聞きしたいと思います。那在这个电影里边啊，哪一场戏你觉得给你留下的印象非常深刻？能跟我们说一说吗？或者几场都可以。有一场戏是在那个监狱里面拍的，就是最后结局的戏。然后那场戏因为想要表现的真实一些，所以就是需要。就晚上没有睡觉，然后故意熬出来黑眼圈，然后有些胡渣这样子，然后就想要把它表现得更真实一些，所以我自己印象最深刻的是这场戏。はい、とっても印象に残ったシーンなんですけれども、まあ、最後に近いシーンですが、刑務所の中でですね、こう憔悴しきったこう疲れた感じで、こう目の下のクマとかっていうの、まあ、ちょっとね、夜更かしをしたりとか、あとひげを生やしたりとかするというシーンだったので、自分にとってはとても印象的でした。はい、那其他我们在摄影当中有什么特别有意思的是趣事，也能跟我们说一说吗？楽しかったこととか面白いこともお聞きしたいと思います。是，就是我有一场戏是打篮球的戏，然后那场戏，因为篮球是我自己这个最大的爱好嘛，所以就打球的时候就很开心，然后也特别开心能够把自己喜欢的运动融入到自己这个喜欢拍的电影里面。はい、とっても楽しかったっていうのがバスケをしてたシーンがありましたよね。かっこよかったですよね。はい、それがですね、自分が好きな運動を映画の中でも表現できててとても嬉しいと思いますということですね。はい、那这部这个电影是改自同名小说，小说您看过吗？映画は小説からに基づいたものなんですけれども、小説は読まれましたでしょうか？有没有看过？小时候有看过的日文怎么说？読みました。啊，
読めました。ありがとうございます。那这个小说的塑造有没有什么，小说里的角色的 塑造有没有什么难度呢？まあ、小説の役ですので、難しいところあるかどうか聞きしました。就是因为小说里面就会有，因为是这个文字嘛，所以会描写得很详细。然后包括书一定会有书迷，那会有喜欢这个书里面这个人物的很多书迷朋友们，所以。难度就比较在于，就是需要去还原这个人物啊，怎么样能够更加贴切书里面这个小说人物。所以，就是对于我来说，就是演员来说，就是要多看这整个的故事跟小说啊。はい、小説は文字なのでいろいろ読み込んでいかなければいけないですね。また小説を読んでるファンなどに対してもこのできるだけ忠実に再現したいと努力をしました。ありがとうございます。はい、本来觉得时间不够，那我们再问一个问题，好吧？最后一个问题，嗨，那今后问一下 Chris 有没有想特别想尝试的角色呢？また今後ですね、どんな役に挑戦したいのかを聞きしました。其实下次我最想尝试的一些角色是，就是一直以来想演一些那种变态杀人狂的。听懂了是吗？也许以后尝试学习一下日文，用日文演一下电影。はい、実はですね、ちょっと変わった役ですね、こう変質的な殺人犯も演じてみたいなということです。また日本語を勉強して日本語での役作りとかも挑戦してみたいということです。ありがとうございました。非常に楽しい。それではですね、ここで、クリスさんに日本と韓国の映画のファンから花束と温かいメッセージを用意されましたので、どうぞお送りしたいと思います。那接下来呢，我们这次特别有日本和韩国的影迷为你准备了花花束，还有呢他们自己写的一些这个寄语。听说下星期是您的生日，对，那我们这边的借花献佛一起来为这个 Chris 提前祝贺一下生日快乐，好不好？生日快乐。谢谢。お誕生日おめでとうございます。あ、はい、ありがとうございます。幸せですねというこう嘆きがこぼれたの。はい、はい、ありがとうございました。非常感謝。好、はい、それではですね、メディア向けにフォトセッションを、はい、綺麗ですね。那我们接下来呢有那个合影这个纪念照的环节，请看一下我们这边官方的。好，举手的是官方的哈，然后请移步到中央舞台中央。はい、こんな甘いん。